うちのおみくじはおばばの手作りなんだ。ねえおばば、今時手書きはないよ。パソコンとかプリンター使わない？いや、うちは手書きじゃ。これだけは譲れん。なんで？昔いろいろあったんじゃ。え？さあ書くぞ。年が明けてしまうわ。昔って何があったんだろう。へえ、全部おばばさんが書いてるんだ。俺も少し手伝ったけどな。じゃあ開けてみようか。え？餅はよく噛め餅だもの。蜜絵？何これ。お年玉は計画的に、金だもの蜜絵。愛は止まらない、それが愛だもの蜜絵。笑う角には歯開き噛むかのスマイルだもの。大吉とか小吉とかじゃないんだ。でも意外と深いこと書いてあるよね。なんかすごく適当っぽいけど。ミスー！ちょっと。そうそう、目はそこ。で、下の顔で服はね、やらないでくださいよ、もう。ミス、顔変！次私やる。チータもやるし。ちょっと、チョコボをそんなとこに刺しちゃダメだ。よし、俺もあやめさんに。きっと多分今年中には告白するぞ。